こんにちは。こちら兜町内藤証券1階にございます株スターの内地10より、本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、アメリカの GDP のが鈍化したといいますかね、減速を示すような示すかのような数値が出ました。それを引きずるような形で、米国の株式市場、欧米の株式市場が下げまして、そして日本株市場も売り先行で始まったという形でございました。売り先行で始まったんですけれども、引けにかけては若干下げ渋ってまいりまして、大引けは日経平均株価は11円高でございました。指数の方を少し見ていただきましょう。ご覧の通りでございまして、日経平均株価は11円高ですね。ただ日経225週ではなく、その市場全体を表すトピックス、東証株価指数の方は7ポイント安というところで、ゴールデンウィークを控えて、幅広くですね、キャッシュ化する動き、現金化する動きが出ていたということなんだと思います。ゴールデンウィーク中に海外の方で、例えばギリシャとかですね、そういったところで何が起こるかわからない、ちょっと予想ができないというところもございますので、とりあえずちょっと利益確定しておこうという動きが今日は先行したという形でございました。小型株の方も安くなっているという感じでございます。為替の方はですね、88銭の円安、3時3分頃なんですけども、で119円の後半まで、円安がになってきております。こちらの方が今後どういうふうな形になってくるかというのも見なきゃなりませんね。それから、売買高は22億株、そして売買代金は2兆6000億株余りという形でございました。そこそこのボリュームというところでございまして、値上がりが353銘柄、値下がりは1431銘柄でございまして、今日はですね、小型株の方が下げ率が大きかったというところですね。全般このところかなり急上昇しておりました小型株、中小型株の方が利益確定売りが出たという感じでしょうか。あとインデックス買いで引けにかけて戻したというところが、この大型株の下げがちょっと小さめだったという形なんだと思います。それで業種別株価指数の動きですね。こちらの方は景気、アメリカの景気減速懸念ということで、懸念、1、3月の方ですね、やはりその天候要因、大雪などの天候要因でやっぱり例年悪い数字がこの4月頃出てるんですね。でもそういうのはあるんですけども、やはり高値圏にあるだけにちょっと敏感になりやすいというところもあって、景気減速懸念からですね、そのどちらかというとディフェンシブ銘柄が今日は上昇と、食料品であるとか医薬品、景気、鈍化に強い銘柄があるんですね。こういったところが上昇率上位でした。あとそれから引き続き、原油 の、 その戻り補調といいますか、原油価格が 下げ一段落しておりますので、市況関連、非鉄金属であるとか、石油石炭、こういったところが、あと大手商社の卸売ですね、こういったところが上昇もしくは下げ率の小さい業種に入ってきております。それから下落率の高かったのは、日銀の金融緩和が見送られたということもありまして、不動産が下落率のトップでございまして、あとやはり市況関連といってもですね、市況がやっぱりちょっと実際的に弱含んでいるこの鉄鋼であるとか海運は買い、ただ海運なんかもですね、ここのところ戻り補調になってきておりますので、今日は一時的な下げなんかもしれません。といったところが業種別の株価指数の動きでございます。日本の方は明日からといいますか、ゴールデンウィークに入りまして、来週の水曜日までですか、4、5、6、そうですね、水曜日まででございまして、イギリスの方も月曜日にお休みというところがあります。海外市場の方ですね、その間どういうふうに動くかというのがよく予測がちょっとつかない、ここの数日の動きを見ると若干ちょっと調整含みになっておりますので、やはり神経質にならざるを得ないというところでございます。来週のスケジュールをちょっと見ていきましょう。
来週のスケジュールですけれどもご覧の通りでございまして、日本のは 4日から6日までが休場でございます。4、5、6ですね。でイギリスは月曜日休場、アメリカの方の非製業の増業の ISM 指数、最近はアメリカの経済指標ちょっとやっぱり注目しなきゃなりませんので動向が3月ですけれども、非製造業の業況判断指数が発表されます。あと8日には金融政策の決定会合の議事要旨が発表されまして、確実にその物価は上昇に向かっているということで、当面はその利下げ追加緩和はちょっとないかもしれないなというところが市場関係者の認識になってきております。そして8日は中国のですね、景気指標が発表されまして金曜日週末、それからアメリカの雇用統計4月分が発表されます。その1、3月までは多少天候の要因なんかがあるんですけども、この4月どういう数字が出てくるかというのが注目ですね。3月が予想外の急減で前月比で 12.6 万人増だったんですけれども、景気判断、景気が順調に拡大する目安といわれます15万人もしくは20万人以上の数値を大きく下回ったんですね。ただ4月は市場予想は23万人増に戻すというふうに見ております。それでは株価指数の動きです。株価指数はご覧の通りでございまして、日経平均株価はこのちょっとここずれてますけども、この上昇トレンドラインをなんとか維持するような形、これは前引けまでの数値で48円安ですけども、引けは 10円ほど高いですかね、11円高ですので、ほぼ寄引け同時もしくはそれ、いう感じになってますね。若干の陽線かな。でそういったところでなんとか上昇トレンドラインを維持している形、この辺でちょっと今回の下げが大きかったのでこの辺でもみ合いになるのか、国内需給が株式需給はいいんで海外波乱がなければですね、この辺りで下げ渋って再び上値を伺う形が一番ベストな形です。トピックスも同様な形ですね。10月からの安値から結んだトレンドラインを上でなんとか踏みとどまって、まだ踏みとどまっているという状況であります。一部の気の早い、アナリストなんかはちょっとストラテジストなんかはですね、ちょっと調整局面に6月にかけて入るんじゃないかという見方もございます。セルインメイということでですね、アメリカの格言、相場格言で5月に売るのが一番ベターであるというふうな見方もございますが、今年はそういうふうになるのかどうか、日本の国内需給、ゆうちょ官報も含めたですね、日銀の ETF 買いも含めた国内需給は結構良好です。ということもあって日本の企業決算出てきてますけども、今期2桁以上の増益になる可能性もございますので、比較的堅調な動きは続くんじゃないかというのが今の予想でございますね。それから企業の 業績の情報修正銘柄と下方修正企業数ですね、情報修正企業数と下方修正企業数の差なんですけども、 0% 上回ると情報修正企業数が多いんですが、引き続き情報修正企業数が多いような状況が続いているというところが、そういったところの裏付けになっています。それから株価指数の動き、業種別株価指数の動きですけれども、電気は引き続き堅調ですね、これね、赤いのね。それから建設が戻り上昇が続いているということで、引き続き上離れのタイミング待ちというところでしょうか。あと市況関連の卸売の方が底入れするかどうかというところですね。やっぱり景気敏感株の機会は銘柄によっては差があると思うんですね。昨日その大熊とか牧野フライとかが高決算発表しましたけれども、そういったところは上昇してますので、業種には明暗があると、企業別に明暗があるという感じです。あとは銀行が戻してきて堅調な動きですね。それから海運なんかも戻してきてます。それでは今日銘柄いってみましょう。今日はですね、ゴールデンウィーク前ということで、最近私が気になっている銘柄ということで1ページ目2ページ目ということで、出してみました。このうち赤で示している企業は今期、企業予想で今期といいますか、ここに表示されている決算期で最高益を更新する見込みの銘柄でございます。昨日決算説明会がありましたスタートトゥデイですね、こちらの方は ZOZO タウンというファッションサイト、ファッションの商業サイトが
運営しております。あと人気ブランドとかトレンドウェアの着こなし方を選べる、まあ、コーディネートサイトであるウェアなんかも運営しているということで、今までメーカーが商品を出さず売りたくても在庫がないという状況が続いていたんですが、まあ、メーカーが在庫を出せやすくするような仕組みをですね、細かく積み重ねて、まあ、大幅増収増益を必ず達成しようとしたいというふうな強いコミットメントを社長を申されてました。社員にもですね、日々その何て言いますか、スマホの方で、その現在の達成状況をですね示すような、その何て言いますか、数値がこう見れるようなサイトを各社員が持ってて、それによって、まあ、社員の士気もかなり高いということを言っておりましたので、かなり強気のコメントを出してましたね。あと東レは炭素繊維、航空機向けに加えて自動車向けなどが拡大しつつありまして、あと、まあ、原油安メリットがこの東レとクラレで、出てくる可能性は高い。クラレの方はですね、非常にシェアの高い、高シェアのですね、高付加価値品をたくさん作っておりますので、その原油量安の反面、なんて言いますか、なかなか製品価格は下がりにくいということで、この2つメリットは大きく受けるんじゃないかと思います。あと精錬は自動車部品であるとか、そのプリント、医療用のプリント用の機械とか作ってますね。こちらの方も自動車向けなんかも好調になってます。あと持田第一三共という薬品株、これはまあここの横にちょっと注目点書いてますけども、高値更新をしたばっかりということで、まだ先だっ感あるんじゃないか。太陽ホールディングスは半導体製造用のレジストインキということで、急進後も高値圏で頑強な動きが続いてます。あと CTC 伊都中テクノソリューションズ、これは通信業者向けの ITシステム開発の会社ですけれども、こういったところも連続陽線で13、14年の境を突破してきたという注目。あと原油価格の底入れ気分が高まってますので、コスモ石油業界再編も含めてですね、コスモ石油 JX ホールディングスというところが株価底入れしつつあるというところでございます。それから日本電気ガラス、こちらの方がちょっと出来高が止まって急進してますが、今日昨日ですか、藤沢事業所の閉鎖を発表しまして、4、6月ちょっと慎重な見通し出してましたので今日は下がってます。あとアサヒホールディングス、これは金属リサイクルとか産廃の会社でありました。配当利回りは 2% 以上ですね、後半であります。あとマキノフライス、これは昨日1月に情報修正したところに加えて、最後の着地はさらに大幅な増額という形で、売上高1460億から1610億円、営業利益が90億円から130億円に増額修正されました。株価もここ今日上昇してます。日本トムソン、こちらは直動機器の会社です、半導製造用装置のですね。キッズはバルブ、水素ステーション用のバルブの中が注目されています。大変はアーク溶接ロボット、そして東亜は防災減災用の機器であるとか、校内放送用の機器、そしてセキュリティ機器なんかも作ってまして、これは最高益更新が見込まれています。あとレーザーテック、今日大幅高ですね。半導体マスクの欠陥装置作ってますけれども、業績かなり好調になってきてます。あと伊藤忠商事がこれがですね、2年間のもみ合い上回られたばかりというところで、まだこの需給好転で先高が、まあ、かなり上昇する可能性はあるんじゃないかなと思いますね。あと藤田観光はこちらの方は売買高が急増して、かなりちょっと最近ここのところは調整してますけども、ちょっと相場が変わってきたんじゃないかと思います。赤字転換ですけれども、改修費用とか開業コストで、新規ホテルの開業コストで最終赤字ということで、まあ、今後その外国人の訪日観光客の関連でですね、期待できるんじゃないかなというところで注目したいと思います。本日は以上でございます。ありがとうございました。